今日未明、福岡県佐賀県の広い範囲で激しい雷雨となりましたが、大雨のピークは過ぎました。福岡県佐賀県では低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだため、未明を中心に大雨となり、広い範囲で大雨警報や土砂災害警戒情報が出されました。福岡市の佐原脇山では午前3時6分までの1時間に観測史上最大となる 88.5 ミリの猛烈な雨を観測したほか、福岡市中央区でも1時間雨量が68ミリの非常に激しい雨が降りました。この大雨の影響で福岡市南区老子では道路が冠水して数台の車が立ち往生しました。低気圧が南下したため、この後は一時的に雨が降るところもありますが、激しい雨の降る恐れはなくなりました。